当日ルートとなる、鶴林寺も参加者は、無料で観覧できる、過去川ツーデーマーチは、兵庫県過去川市で開催される、ウォーキングイベント。1990年から、過去川市の市政40周年記念事業として、始められ、毎年11月の第2週の週末の土日に、開催されている。主催は、過去川ツーデーマーチ実行委員会、過去川青年会議所、 日本ウォーキング協会。日程は2日間で、各日4段階のコースが設定されている。また、地元ケーブルテレビ局の運営するコミュニティ FM である、BAN、BAN ラジオによる放送も行われる。加古川市役所前、広場コースは、加古川を渡り仕方町や平倉庫をめぐる、西北コースと、加古郡稲美町、張馬町へ向かう東南コースが2日間日替わりで、設定される。 1> 約1から2年ごとに、西北コースと東南コースの日程が入れ替わる。各コース途中に、チェックポイントが数箇所設置されており、参加者はコースマップにスタンプを押してもらい通過する。一部のチェックポイントでは、地元の人による豚汁や、全財などの振る舞いのサービスが行われている。AB、加古川観光協会。2017年4月30日閲覧。 加古川市の歩み。2017年4月30日閲覧。ABC、加古川ツーデーマーチ公式サイト大会概要。2017年4月30日閲覧。加古川ツーデーマーチ公式サイトアクセス。2017年4月30日閲覧。平成27年度版加古川市統計書教育及び文化。2017年4月30日閲覧。 過去川2でマーチ公式サイト、ありがとうございます。